はい、お疲れ様です。東区間でございます。いつもご視聴ありがとうございます。と今回の霞ヶ浦町港ですね、まあ、こちらはですね利根川町港になってしまうんですけど、最初はですね黒部川にやってきました。やっぱり夏暑いとですね、こういった日陰がねすごい効果あると思うんですよね。まあちょっとねこれ流れもありますし、もう釣れそうなポイントなのはね間違いないと思います。まあ以前ですね、あのエバーグリーンさんの YouTube チャンネルですね、そこでなんか関谷学さんがここで釣りをやってたような気はします。あ、ちょっと間違ってたら申し訳ないです。関谷学さんもここでね結構やってる映像何本かねありますよね。多分水深はねこれもうちょっとあると思うんですよね。ちょっとまあ減衰傾向ですよね。あの橋桁の色とかでね判断できますよね。と利根川系で思うのがやっぱりその霞ヶ浦水系と比べるとやっぱ水が綺麗ですよね。はい、どちらかというと霞ヶ浦系だとマッティっていうかもうなんか濁りっていうのもね定番ですよね。で次ですね前川にやってきました。まあもうここ僕としては一番定番な場所になりますね。もうやっぱり車止めて一番最初に来るのがここなんですよね。バズベイト、なんかこう今んとこなんかね来そうなんですけどね。で見ての通りこれアオコがねすごい、よくその北浦の本港ですよね、まあ、北浦、まあ、本港っていう言うんでしょうかね、ですとなんかね夏の時期アオコね結構出るんですけど、こういった流入とかでもあるのってあんま珍しいですよね。まあ、誰かちょっとなんか言ってたような、そう青子がまだこうシェードっぽくなっててまだいいっていう方もねいらっしゃいますけどね。まあこれ沖の方はね青子ないんですよね。まあこの風向きでね僕が今立ってる側に青子がある状態ですね。まあでもこの青子はねその薄い方ですよね。で次北浦ですね。北浦もこれちょっとね減衰してますよね。この石積みがですねその石の部分がもうちょっとこう水に隠れるぐらいですよね普段は。でこれですねその石の際ですね、際でバスが食ってくるっていうパターンですね。ここの場合ですと沖に投げても釣れないですよね。どっちかというとバスはこの石積みの際にいるパターンですね今までの釣果ですと。で沖に投げると沖の方に投げてしまうとシーバスとアメリカナマズって感じですね。なんでバスの場合この回収間際にこう食ってくるっていうのがあるんで、まあ、なかなかこれ油断できないんですよね。最後までこうきっちり巻くような感じです。もうちょっとこう波がない方がいいかなって感じはしますね。
次は前川ですね。まあよくね信方干拓水路って言ってますけど、まあ同じ前川なんで、まあこれから前川にも統一しようかなと思ってます。もう相変わらずの水の濁りですよね。なのでアピール強めでこうスピナビートですね。やっぱここのシェード、橋の下のシェードはやっぱ釣れるんですよね。まあ結構、まあ多少ですね、まあ減衰はしてますね、これね。まああとここですね、その橋の橋桁の際ですね、一番僕が今立ってるところに一番手前の橋桁ですね、そこでねなんかボイルみたいなのあるんですよね。まあ今日はねなかったんですけど、ちょっとバズベイトに変更ですね。この日はですね、まあ、結構風もあってなんか涼しかったんですよね。まあシェードにめがけてキャストで、ここのこう橋の際ですね、橋桁の際、そこあたりでね食ってくるパターンが多いですね。 やっぱ多分バスの特性上、そのどこかに追い込んで食べるっていうのですよね。まあいろいろなそのバスのボイル見てきましたけど、そういうパターン多いですよね。岸に追い込んで食べるとかですね。まあ、ちょっと流入河川にやってきました。まあここですね、川の名前知りません。はい。まあ与田浦と北利根川とね結んでるような川になります。まあもうちょっとねこれ水があればねいいんでしょうけどね、これな、どう画像には映ってないんですけど、鯉はね何匹か泳いではいるんですけど、なかなかちょっとバスはちょっと確認できない状態ですね。まあもともと僕の場合そのサイトフィッシングとやらがあまりちょっとうまくないっていうのもあるんで、まあこういったまあシェードを中心にやってます。もう夏の定番ですよね、もうシェードと流れみたいなね。まあこの前バズベイトで全然ピーカンデリの、そうですね、無風のとこでもね釣れたっていうのもまあ稀にはあるんですけどね。まあここも流入ですね。ここはですね、この木がいっぱいあって、その人間もシェードになってるっていう、そう、ここ快適でしたね。まあ釣れればねもっといいんでしょうけどね。ここどちらかというと、このもうちょっと左の方にずっと行くと北利根川にぶつかってしまうんで、ぶつかるんですけど、そこの手前あたりがね結構超過報告がありますね。動画とかにもなってますよね。まあ他の方のですね。でトップウォーターでね釣ってるのが多いんですよね。ここはですねやっぱ木が多いので、まあ、人間もシェードになってるので、ここのポイントはちょっと快適でした。
はい、まだ移動しました。まあ、さっきのポイントより、まあ、離れてはあんまないんですけど、もう釣れそうな雰囲気はあるんですけどね。これ対岸シェードになってて、結構シェードの部分も多くて、まあそんなに強い流れじゃなくて、どっちかというとやっぱ霞ヶ浦水系はと、まあこれにプラス水門とかねまあそういうのもね絡んでってくるんでしょうけど、やっぱ昔ですとね足際とかねそういうとこなんですけど、今そもそも足が生えてるところすら今もうないっていうのはね、と次は外名坂浦ですね。この日はですね、これ朝なんですけど、まあ太陽に背を向けてやってます。なのでこれ朝のうちだけね、この午前中だけこの足元がちょうどブロック、消波ブロックじゃなくて、まあ護岸で、ね、ずっとシェードになってるんですよ。なんかね今バイトあったっぽいんですけど、これね下にこれ木が沈んでたんですよね。そこにただ引っかかっただけですね。多分ここのねブロックの横なんかこれ多分みんな打ってると思うんですよね。ちょうどここバスボートとかもね、ここから出してる人いるんですよね。なのでみんなしてここで打ってるから、多分相当プレッシャーはありますよねこれね。ワームの落とし物ですね。ちょっとトレーラーに合うかなと思ってねこうやってますけどね。トレーラーつけるとあれですよね、そのスピナーベイトで、まあ、ホール中に食ってくるっていうパターンが多いような気がします。僕の前の動画でもそのゲリーの4インチグラブですね、それをトレーラーとしてつけて、そう巻いたらその着水してそのそこまで沈めて、あ、ついたなと思って巻き始めたら食ってたみたいな、そうホールで食ってくるパターンが多いですね。まあそのスピナーベイトは着水後すぐ巻くっていうのもまあありなんですけど、そのフォールっていうのもね結構ね効果ありますよね。まあでも根がかりがねあるようなところだとね、その技はちょっと使えないですけどね。とここも名坂浦になります。まあこれもね日にちはまだこれ違う日にちになります。まあ、ここまで日が昇ってしまうとちょっとこの場所は厳しいかなと、まあ、ここはどっちかというとその日の出前と日の出前曇りと、あともう本当に夕方日没前みたいな感じですよね。この左側に見えるストラクチャーの横をねこう通すっていうのはねいいんでしょうけど、これ風強くてですね なかなか定なんかコントロールが定まらないっていう感じですね。
このカバーのその根っこの部分がこれよーく見るとね、これえぐれてんですよね。だそういうとこにね、こうワームとか落としたらね、結構効果あるんじゃないかなと思いますよね。まあ、そういうところをまあちょっとサスペンド気味でそのビッグベイトを通すとか、そういう技もね多いですよね。やっぱ最後はね、僕の場合どうしてもこうバズベイトですね。こう通勤前なんで今こうちょくちょく時計を見ながらやってます。これ誰かの動画でこうちょっとこう先に投げて足元で食わせてたっていう動画なんか前ありましたね。ちょっと誰のチャンネルかちょっと忘れちゃったんですけどね。ここまでちょっと日が昇ってしまうとこのポイントなかなか厳しいですね。まあ一部ねこういったシェードがあるところがあるんですけどね。あとここずっとなんか先に行くとなんか入り組んでるところがあるんですよね、ここのポイントって。で前アルティメイトバスで藤田京也さんがねそこでなんかやってましたね。でなんかここ僕が好きなポイントなんですよなんて言ってましたね。まあ彼はね今ね外国でね頑張ってますけどね。あでも彼もねそのトーナメントとかですとね、まあかなりフィネス寄りな釣りなんでしょうけど、田辺さんとねやってたやつ時はねタイニークラッシュとかね投げてましたからね、まあ実際プライベートみたいな釣りと大会とはねまた違いますからね。でまた前川ですね。ちょうど前川の場合こう日がまだ昇り始めた頃ってシェードがねだいたいこの辺あたりしかないんですよね。ここと橋の下あたりぐらいしか。ここなんかねそのまあ動画ではちょっと見づらいですけどかなりこうベイトがたくさんいるところでもありますよね。なので、まあ、ボイルとか始まればねそこにこうキャストしたりして、まあ、魚を誘うことできるんですけど、あまりそういう場面にもね出くわさない感じですよね。あとここ水門の前になんか沈み物ありますよね。ボトムでズルズル引くとなんか引っかかりますよね、あとここはねそのなんか竹が刺してあってなんかうなぎを取ってるらしいんですけど、そこのロープにねよく引っかかるっていうのもありましたね。でも今やってないみたいですよねこれね。であとこれ自分が立ってる側にもその岸際に竹が何本か立ってんですよね。そこにそのサイドキャストでこう投げる時とかにロッドをぶつけてロッドとかルアーをぶつけて破損させてし
しまう時が多いですね。で、実はですね、この日ですね、今ちょっと映った左側の竹ですね、そこにバズベイトをぶつけて破損させてしまいました。最初ですね、ロッドが折れたのかと思ってビビっちゃいましたけど、